まあ、ブレス、うんうん、途中でブレスをすると崩れる要素っていうのが何だった、うん、じゃあそれ最初からなんて、うん、ちょっと、うん、ましたあのせっかくなんで音源をこんな感じです、うん姿勢を良くしなあかんなっていうのは、まあ、本当に最近の話で、うんはい、それまでは全然意識してなかったです。今はこれをずっとやってるんですけど、姿勢を良くしようとしてるってこと。まあ、音が出やすい
ようにしなあかんなっていうので、やっぱり今は楽器は高く、自分も高くなってますね。そうすると楽器もっと高くせんと高くなるから、楽器だけ高くするのどうですか。そうそう。むしろ使ってないんですよ。その自分も高くするときに筋肉を使ってるので、いやもしかしたら呼吸の動き、呼吸にもっとこの辺が使いやすくなったってことかもしれないですね。使うようになった。それそうそうそう、前は使いにくかったか、もしくは使ってても感じにくかったか、はい、そのこうする分が重なってたわけね。そう、でもそれがどうなのかっていうのを決めるというか検証するのにはなんかもっと、これ自分も上がるっていうのがもうちょっと大変なところやってみましょう。自分は上げずに楽器を上げる。自分も楽器の方に行くのも合わせて。スタート地点は口の方がマッピより上にあるじゃないですか。マッピが口の上の方に来てほしいわけですよね。その時に口を上に上げるの理にかなってるかって言われたら違いますね。なのでゆっくり考えていきましょう。楽器を口の方に、口は別に上げずに持っていくでしょ、はい、ちょっと途中まで行って、でマッピが口に来るときに口が後ろに行くのはどうなんでしょうか。こう来ようとしてる、こうするってどう思う。隙間できますね。そうですよね、はい、なので口はどっちに行ってほしいですか。これ前です、ね、そうですよね。なのでちょっと、マッピがこう来て口がマッピの方に行って、もうちょっと、そう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 、もうちょいこれから、こういうぐらいかな、はい。
響きが増えた感じでしょう。労力はどうですか。労力は減りましたね。減った。吹きやすい高さより下がっちゃう。